レモ・マイヤーは、スイス・ベルン州、ランゲンタール出身の同国代表サッカー選手、サッカー指導者。ポジションはディフェンダー。当時スイススーパーリーグ一部所属の FC ルツェルンで、プロデビュー。2000年に、同リーグの FC ローザンヌスポールへ移籍。同クラブでは97試合に出場、レギュラーとしての活躍が認められ、2002年に当時、 ドイツ分でーが一部に属していた TSV1860 ミュンヘンへ移籍。同リーグで42試合に出場。2004年にはドイツ2部への降格を経験するものの同クラブに残留。一部復帰を目指すが目標は達成できず。2部では44試合に出場する。もともとは右サイド及び守備的ミッドフィールダーであったが、 1860、ミュンヘン在籍中に2部へ降格した後は主に、センターバック及び右サイドバックとしてプレーしている。国際舞台での出場の場を求めて2006年夏に、オーストリア・ブンデスリーが一部に属する強豪レッドブル、ザルツブルクへ移籍。リーグ優勝などを経験する。 2014から15シーズンよりにリーガインターレギオナルに所属する FC ホッホドルフの選手権人監督に就任することが発表された。2017年6月1日に FC ルセルンのスポーツディレクターに就任した。2002年には U-21 スイス代表の一員として U-21 欧州選手権で準決勝に進出している。 また同年に、水星代表でのデビューも果たしている。ありがとうございます。